列車の撮影をしててですね、困ることが一つありますね。ビデオの場合、列車が走ってくるのを頭から押さえたいですよね。でも例えばトンネルがあったりして列車が見えないことってあるじゃないですか。近所に踏切があったりすると列車が近づいてくること分かるんですけれども、そうでない場合、例えばここみたいにずっと田んぼが広く広がってたり、山の中だったりして、踏切がないことがありますね。突然トンネルからパッと電車が出てきちゃったりとかいうことがありますよね。で、それで残念ながら取れなかったとか、そういう悔しい思いをした経験ってありませんか？そんな時ですね、非常に便利なアイテムがあります。これです。受信機ですね。これ秋葉原とかに行くと売ってるんですけれども、こうスイッチ入れてみます。聞こえますか？はい、下り接近って言ってますね。今下り列車が近づいてるという証拠です。ね、こんな風に、列車が近づいてくると、だんだん音がクリアになってくんですね。で、もうそろそろ列車が見えてくると思います。あ、音がしてきましたね。今度はなんかこんなのが鳴ってます。上り下り接近。はい、これ今行った列車と、猪苗代でですね、上り列車がすれ違うんですね。で、上り列車も来るというサインです。はい、今度上りだけに変わりましたね。また大体2分ぐらいで上り列車が来ると思います。この電波はね、線路作業をする人とかの安全のために飛ばされてるものらしいんですけれども、撮影をする人にとっても非常に便利だと思います。山の中で雪が降ってたりすると、電車の音がですね、雪でかき消されたりしてしまいます。で、近づいてきたことを気がつかないことが多いんですね。まあ安全のために一つ持ってると便利だと思います。